京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するタイガースの先発は右の村上、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。バッターは指名打者頓宮、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球高速シンカー、空振り、少し迷ったか、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。ストライク、空振り三振、村上見事なピッチングです。さあここは抑えたい場面、バッターは紅林、初球から打ってった、ファースト左横のフライになりました。ファースト掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、見送ってストライク、まずは決めてきました。ストレート見送ってストライク、もう追い込んでいます。高速進化、空振り三振、村上見事なピッチングです。村上ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。ゆとりのある安心感を、村上見事な完封勝利、タイガース完勝です。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた村上、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対0タイガース勝利しました。勝利投手は村上、敗戦投手は山本、タイガース今日はいい内容でした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、京セラドーム大阪からお伝えしました。お見事、完全クリア達成です。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するタイガースの先発はベテラン西、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。第9投げた、打ちました、初球打ち、ピッチャーこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。宮城ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回の表が終わって1対0です。宮城見事な完封勝利、バファローズ見事勝利です。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた宮城、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように5対0バファローズ勝ちました。勝利投手は宮城、敗戦投手は西、バファローズ今日は快勝となりました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、京セラドーム大阪からお伝えしました。おめでとうございます、ミッションクリアです。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の伊藤、対するバファローズの先発は右の東、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。第9、外角低め見送ってストライク、まずは入れてきました。第3球を投げました、
打ちました。破っていった。レフトからサードへ。近本ナイスバッティングです。バファローズ同点のピンチを迎えます。投げた高め、ストレートは外れてボール。投げた、アウトローを見送ってストライク。第3球を投げた、内角ボール。第4球を投げた、低めの球空振り。バファローズ内野陣はゲッツー体勢。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。投げた、初球から打ってった、当たり損ない。二塁送球、判定はセーフ、アウト。バファローズなおもピンチが続きます。バッターは4番大山。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。決まった、ストライク。いきなり150キロ、フォーク決まってストライク。追い込んで投げました、三振。バファローズ1点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の東。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対4、バファローズ僅差で勝利しています。勝利投手は東、敗戦投手は伊藤、そして西武は平野。バファローズ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。お見事、完全クリア達成です。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発は右の才木、対するバファローズの先発は左の山崎。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、サヨナラのチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で大山。タイガース最悪でも犠牲フライが欲しいところ、投げました。アウトコース、外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、空振り。タイミング合いません。次は4球目投げました、打ったいい当たりだ。サヨナラか、ボールが点々と転がっている。サヨナラ、サヨナラ勝ち。大山サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローは大山。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対3、タイガースサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は岩崎、敗戦投手はワゲスパック。タイガース今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。おめでとうございます、ミッションクリアです。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の大竹、対するバファローズの先発は左の田島。以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。山崎降板。ここでマウンドに上がったのは宇田川。ワンヒット逆転のピンチで登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。もう
投球これから2球目。2球目空振り。第3球を投げました。きた、入れば逆転だ。いった、入った入った、ホームラン、逆転スリーラン、ホームラン、スタンドへ叩き込んだ。甘い球を完璧に捉えました。森下、ここぞの場面でこの一発、素晴らしい一発をベンチも祝福。タイガース2点差で逃げ切りました。本日のヒーローは木浪、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2タイガース2点差で勝ちました。勝利投手は湯浅、敗戦投手は山崎、そして西武は岩崎。タイガース今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前英夫で甲子園球場からお伝えしました。おめでとうございます。ミッションクリアです。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するタイガースの先発は右の村上、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、坂本、バファローズ一打同点のピンチを迎えています。投げた、2球目空振り。第3球を投げた、三振。山本、3球で仕留めてみせました。打順は1番に帰って近本、今日はレフトフライと三振。初球ストライクから第2球アウトロー、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んで見逃しの三振。山本、ワンアウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって2対1です。バファローズ完勝です。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように7対1バファローズ勝利しました。勝利投手は山本、敗戦投手は村上。バファローズ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前英夫で京セラドーム大阪からお伝えしました。おめでとうございます。ミッションクリアです。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するタイガースの先発は右の青柳、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。第1球投げた、ボール。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打った、これは強烈、いったー、入った入った、ホームラン、先制、スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。
さあチームメイトからも祝福を受けます。青柳見事な完封勝利、タイガース圧勝です。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた青柳、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対0タイガース勝ちました。勝利投手は青柳、対戦投手は宮城。タイガース今日はいい内容でした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、京セラドーム大阪からお伝えしました。おめでとうございます。ミッションクリアです。